ホームラン、手応えいかがでしたか。まあ、追加点が欲しい場面で、ああいう場面ができたので、嬉しいです。接戦の中で迎えた打席、どんなことを考えて打席に向かいましたか。とにかく強いスイングで、自分らしいスイングということだけ考えてました。今日の試合は3安打、バッティングもかなりこういい状態になっているんでしょうか。そうですね、早い球をしっかり弾き返すので、いつものバッティングができたかなと思います。今回の川村ですね、宮城に住むおじいさんとおばあさんも応援に来ているということですが、いい姿を見せられたらいいと思います。こういう活躍ができて、とても嬉しいです。さあ、チームとしても連勝が進めています。交流戦は明日で最後となります。明日の決勝もお願いします。昨日今日からいい形で来たので、明日もしっかり勝って、勝って、ありがとうございます。